コーラン社で企画制作を担当しております大塚です。2021年12月に公演を予定していた聖夜のトランペットクリスマスコンサートは、政府の水際対策による入国禁止措置を受け、公演を中止することとなりました。この聖夜のトランペットという公演は、毎年12月に世界で活躍するトランペット奏者を招聘して開催しており、2021年はハンガリーよりブダペスト祝祭管弦楽団の首席トランペット奏者タマーシュ・パルファルヴィ氏のリサイタルを予定しておりました。残念ながら公演を中止することとなりましたが、パルファルヴィ氏が以前ハンガリーで出演したクリスマスコンサートでの演奏をお届けいたしました。また以前のように海外のアーティストが規制なく日本公演を実施できる日が来ることを願っております。